次は、UFO サンプル02シンプルテクスチャ RGB アウトっていうのができます。で、最初の方にも話したと思うんですけど、かなり UE4 は、ライトの、設定とかがたくさんあって、まあ、そのライトのセッティングとかも、タッチから、持ってくることだってできます。例えばこれ0にすると、値がなくなってとか25度。これはその明るさですね。っていうのを持ってこれたりしてます。はい。じゃあこのタッチエンジンコンポーネントがどうなってるかというと、インプットが RGB ブライトですと、トップのテクスチャーイン。で、チョップ RGB アウトって感じですね。じゃあ、見ていきましょう。これもさっきの、こっちの、この、あれですね。ジェリービーンズがうねうねする同じトックス使って、これの上の RGB アウトの、値を、それぞれ、ですね、こっち、このライトの、ポイントライトの、明るさに持ってきてます。で、このブライトネスとかも、このマスによって、大きさを変えてると。なんで、ループリント見た方がこれはいいかな。で、具体的にどうやってるかっていうと、こちらもクリックして、エディットループリントオープン、ループリントして、イベントグラフですね。はい、同じように R。で、ここは、今まではゲットチャンネルだけだったんですけど、ゲットチャンネルバイネームっていうのがあって、そのネーム、名前によっても、名前で検索できると、チャンネルを。なんで、R, G, B っていう名前がありますね。これでもチャンネルを取ってくれるっていう感じですね。インデックスじゃなくて、名前でもいけるよっていうことですね、要は。で、同じように、0番目のデータをメイクカラーとして、で、このセットライトカラーっていうのが、今、このポイント、ライトのカラーをこいつにするよっていう、感じでこれができてます。はい。はい。次は、8番目のスプリングデータっていうものなんですけど、これはですね、かなりタッチの良さを引き出せる、じゃないかなというのがあって、これはパルスを押すと、フォン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 という、バネみたいな動きをするわけですね。で、このバネの動きを、何で作ってるかっていうと、これがタッチのチョップのデータで作ってるんですね。で、こういうちょっとバネの動きみたいなチョップのデータ、動きみたいなのを、簡単、アンリアルの中で作ろうとすると、割と関数書かないといけなかったりとか、そのバネ係数の計算しないといけなかったりとか、そのデフォルトで用意されてるのっていうのが、ないんですね。で、そういったタッチの良さみたいなのを、このアンリアル内に使えるっていうのはかなり大きいなって思います。で、これも同じように、見てみると、タッチエンジン見てみると、こういったスプリングの、パラメータをですね、タッチ内、トックスの、カスタムパラメータとして出しておくことで、アンリアルでも、同じように使えるよと。いう感じですね。じゃあ、これもトックス見てみましょうか。これですね。で、このように、スプリングの、パラメータがたくさんいっぱいあります。で、これがどうなってるかっていうと、これですね。スプリングチョップ。これパルスすると、ボヨンボヨンボヨン。で、こういったなんか、物理的な、結構、チョップも、使えると。もうなんか、そう思えば、本当にアンリアル内で、普通にタッチデザイナーの、ノードの機能を、まあ自分で作って使えるみたいな感じにも見えますよね。こういう外にパラメータを出せるんだったら、それはすごいいいことです。まあこれは大体は、さっきまで見てる、まあ、あのいいかだったらわかると思うんですけど、そのチョップのデータをゲットチャンネルして、ゲットチャンネル
で、取ってきて、で、その、チョップのデータを、抜き出して、この玉の位置として送ってるみたいな感じですね。だんだんこれで、ああ、そういう、とりあえずチャンネルを抜き出して、フロートのアレイとして、アレイのデータが多いときは、フォーループで回してみたいな感じでやるんだなとか、そういうのが分かったと思います。で、次でチョップは最後ですね。次の、サンプル9番のポイントジェネレーターは、ちょっと立っちゃってる人は、おっとなるかもしれないです。で、これも要はインスタンシングなんですけど、まあこれも、チョップ、今までと同じようにチョップゲットチャンネルして、フロートアレイで、そのままボン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 って、XYZ をそれぞれにやるみたいなやり方してるんですけど、そのチョップのデータの作り方が結構面白いんですよね。タッチエンジンコンポーネントをものように見てて、まあインプットになんかちょっといろいろありますね。ナムポイントだったりとか、こういうのが設定できると。センター。なんか4つの値が多いですよね。ベクター4の値が。なんでですかねと思って、なんか、意味深そうにやりましたけど。これですね。ポイントジェネレーター。6つの値多いなと思います。これ、ポイントジェネレーター。そうですね。これはパレットにあるやつですね。パレットの。あれ、嘘かもしれない。あ、そうだ。ポイントジェネレーター。あれ、嘘かも。嘘ついたかもしれないです。ポイント、あった、ポイントジェネレーター。これですね。パレットも、ボックスの中にアルファ使うことができます。で、何がおもろいかっていうのは、これですね。まあ、要はなんか GPGPU みたいなので、まあ、トップのデータを、チョップに渡して、インスタンシングするみたいな。まあ、タッチとかだったら、トップからそのままインスタンシングできるんですけど、まあ、一回チョップに渡さないといけないっていう、ちょっと負荷の問題はあるんですけど、まあ、そういうこともできるよっていう感じですね。なので、トップで使えるってことは、要は、GLSL、コンピュートシェーダーとかだったり、その大量の、このコンピュートシェーダーみたいな処理、カールノイズだったりとかを、書いて、インスタンシングできる。だからもう本当にタッチと同じようにできる。幅が広がるという感じですね。これは結構いいんじゃないかなって思います。以上で、チョップは終わりになります。で、チョップのね、チョップは基本的には、チャンネルが、いくつかある場合は、チャンネルを指定して、受け取れる値はフロートの配列。で、そこから、インデックスを指定して、フロートの、値を取ってきて、まあ、例えば、ポジションに入れたりとか、ができます。で、そのトックスの中では、ソップも使えて、まあ、ソップチョップだったりとか、あとはトップの色情報、やったりとして、例えば、そのトップだけで、GLSL だったり、コンピュートシェダーだったり、書いて、なんか、もっと面白いことが、できるんじゃないかなって思います。チョップは以上です。次は。